今回ご紹介するのは、こちらのアキーヨからリリースされます AKY-NV-X という新商品なんですが、こちらの大きな魅力は何といっても、通常のデジタルミラータイプのドライブレコーダーと同じ感覚で使えるナイトビジョンドライブレコーダーということでご紹介をいたします。で、こちら、通常のデジタルミラードライブレコーダーと同じように使えるようになったということなんですけれども、どの辺がそうなったのかというのが非常に気になると思いますので、まずそちらをご紹介していきたいと思います。鋭い方はお気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですが、ナイトビジョンドライブレコーダーなのにもかかわらず、なぜミラー型ドライブレコーダーについてるんだっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うので、まずそこをご紹介していこうと思います。通常はこういったダッシュボードに取り付ける台座がついていて、まあ、通常レビューされる方は、まあ、これを使ってダッシュボードに置いてレビューされるということがほとんどだと思うんですけれども、このドライブレコーダーは冒頭でもご紹介した通りで、デジタルミラードラレコとしても使えるナイトビジョンドライブレコーダーということで、私はどちらかっていうと、デジタルミラーとしてこう使いたいなっていうふうに思っていましたんで、まあ、今回こういった取り付け方をしています。まあもちろんナイトビジョンとして取り付けをしたいという方にとっては、付属の台座を使って、より視界の入るところに取り付けをするのもいいと思うんですけれども、まあ今回私は、まあこういったディスプレイをつけていたりもするので、なかなかこのナイトビジョンドラレコと一緒にこうまたポンってこう置くっていうのが結構難しかったりするケースっていうのもあったりします。まあそういった場合私はもうこういった形で取り付けをしていて、通常のドラレコと同じような感覚で使うということをしています。で、この配線なんかも、このアキーヨの製品なんか特にそうなんですけども、ここに1本だけこう配線が通ってるだけになっているんで、すごくスッキリとしております。かつ、ここにカメラがあるんですけれども、このカメラ自体もまあ分離式になっているということもあるんで、取り付けもすごくしやすい。で、カメラの位置調整も当然しやすくて、さらにバイザーもこう当たらない。まあ、分離式のメリットっていうのはとにかくこうバイザーにこう当たらない。こちらのドラレコは12インチなんですけれども、大画面なんだけれども、バイザーにも当たらないというのが、この12インチの分離式の大きな特徴になってくるわけなんですけど、こういった使い方ができるし、こういった利便性を使わない手はないと、まあ思ったということがあります。私の取り付け方を簡単にご紹介しておくと、まあ私の場合は、こんな感じで付けています。で、これはマックスウィンの台座になってまして、まあ、これによってかなりがっちりと固定ができます。で、純正のミラーを外して、このマックスインのこの台座を今回使ってます。そこにこのアキーヨのドラレコをつけていると。で、この両面テープ自体は、もう車両の外側で使うようなエアロを固定するようなタイプの 3M のテープが売ってるんで、それで固定してるんですけども、それでもう十分がっちりと固定できる。もう転落する恐れも全くない。そのぐらいの固定ができるようになってますんで、まあそれによってこういった付け方もできるということを、まあご提案できるかなと思います。取り付け方は好みがあると思いますんで、まあ純正の台座を使って取り付けするのもいいでしょうし、まあ、私のようにミラー型として取り付けするのもいいのかと思います。まあ、こちらのアキーヨの今回の商品は、こういった取り付け方も十分にできるという配線にもなっているということを皆様にお伝えすることができるかと思います。まず一つ目なんですけれども、今この画面が2画面開いているわけなんですが、今までのナイトビジョンドライブレコーダーは、このユニットに備え付けのカメラのものが多くありました。かつ、後方のカメラが付いていないものもあったりしたわけなんですが、これは2画面で表示されるタイプのドライブレコーダーになっています。こちらが前、で、こちらが今リアになるんですけれども、同時で収録ができるようになっています。で、前と後ろの解像度は 1920×1080p ということで、フル HD になっています。
こちら今フロント画面なんですが、ナイトビジョンのカメラで収録しておりますが、200万画素のソニー製の超強暗視センサーというものを使っております。で、こちらは200万画素でフレームレートが 30fps となっております。視野角はナイトビジョンとして使いやすいように67度という設定になっております。で、今こちらがリアなんですが、リアも200万画素のフル HD で、こちらは 25fps となっております。視野角はドライブレコーダーとして使えて、さらに後方の視界を考慮して134度となっております。なので、ドライブレコーダーとしても十分に使えるだけのカメラが搭載されているというのが、まず一つ目の特徴になっております。二つ目は、すでにお見せしているんですが、タッチパネルでも普通に操作ができるようになっているということになります。今までのナイトビジョンドライブレコーダーは物理ボタンで操作をしなければならないものが多かったんですけれども、こちらはもう普通にタッチパネルとして使えて、かつこう分割で前と後ろで左が前、右が後ろ、さらにこちら入れ替わることもできる。左が後ろ、右が前と。こういう感じで入れ替わることもできますし、さらにミラー型のドライブレコーダーと同じなんですが、こういった形で自分の見たいところにこうアングルを合わせることができると。この辺がもう格段に進化していて、通常のドライブレコーダーと同じパフォーマンスを持っているというところが、このドライブレコーダーの特徴の二つ目になっております。で、さらに、この分割もしっかり考えられておりまして、ナイトビジョンとして使いたい場合があるわけです。昼間は、後ろ、デジタルミラーとして使うということが想定できると思うんですけれども、夜の場合ですと、前を映して、非常に暗いところなんかですと、前を映して、走行する場合というのも考えられると思います。さらに、前だけだと、やはり心もとないということで、このように分割で、右ハンドルの車でしたら、例えばこちらが前、で、こちらを後ろに表示すると、すごく使いやすい、見やすくなりますし、左ハンドルの車でしたら、こちらを前、こちらを後ろということにして使うと、すごくナイトビジョンとしても使いやすい、この分割画面になっているかなと思います。3番目なんですけれども、3番目はデジタルミラードライブレコーダーでもついていない機能なんですが、今このように今点滅しておりますが、BSD 機能が搭載されております。今までのナイトビジョンドライブレコーダーとしては考えられなかった機能なんですけれども、これは今の新車であってもついていない車というものは結構たくさんあります。で、こちらも機能をご紹介していくんですが、こちらになります。この BSD というのがブラインドスポットインフォメーションを設定する項目になります。で、下が音声放送。で、さらに下が BSD モードということで、この BSD モードというものがついております。これは非常に嬉しい機能かなと僕自身思います。これによって、例えば、リア視界は先ほど冒頭で申し上げた通りなんですが、視野角が134度ありますので、ほぼミラー越しで見ると、ちょうどこの部分がサイドミラーに映るようになっています。でも意外とこのサイドミラーのところって見落とすケースってあったりすると思います。特に後方からこう車が来た時に、車が来ているんだけれども、車線変更してぶつかりそうになったりするといったケースなんかも考えられると思うんですけれども、このブラインドスポットインフォメーションがあることによって、それを未然に回避してくれるというところがポイントになっております。
で、もう一つ、ちなみにどういう感じで設定するかと言いますと、こういう感じになります。で、自動構成ということで、ここで、こんな感じです。非常に簡単なんですけど、はい、で、ここに、車とか、入り込んだ時に、音で知らせてくれると、まあ、言った機能がついています。設定なんですが、BSD 有効かと書いてありますけれども、こちらは、全オフ、30キロ走行時、50キロ走行時、常時と、4つの項目で選べるようになっております。さらに、BSD モードを見ていただくと、初心者モードと熟練モードと書いてあるんですけれども、初心者モードは追い越し、追い越されるときにアラームが鳴りまして、熟練者モードの場合は追い越されるときのみアラームが鳴るようになっておりますので、いつも音が鳴らずに実用性の高いブラインドスポットインフォメーションを実現しているということになります。あとはさらにこのように音声コマンドもついています。例えば、今リアカメラになってるんですけど、フロントカメラ。このように。バックカメラ。フロントカメラ。バックカメラ。まあ、こんな感じで、この音声のコマンドさえしっかりと覚えておけば、音声でも切り替えができるようになっているということで、もう通常のデジタルルームミラーの中堅クラスぐらいのシステムがもうついちゃってる。まあそういったナイトビジョンドライブレコーダーになっているというのが、まあお分かりいただけたんではないかなと思います。で、最後に昼夜の解像度並びに、こちら高圧ケーブル使ってますんで、駐車監視の映像をご紹介していきたいと思います。はい、このような形でサムネイル画面も非常に大きくなっておりますし、日付、それから時間もしっかりと書かれておりますので、非常に分かりやすくまとめられています。こちらが前で、で、こちらがリアと。で、これが写真ということになっております。こちらはナイトビジョンドラレコなので、夜の性能がどんなもんなのかっていうことがすごく気になると思うんで、そちらをご紹介していきたいと思います。はい。で、今こちら、照明が全くない道路を走っているんですけれども、非常にくっきりと、かなり遠くまで見えるのがお分かりいただけるんではないかと思います。もちろん LED のヘッドライトをつけてるんで、その分明るくはなっているんですけれども、通常のドライブレコーダーでここまで先まで見れるようなドライブレコーダーってなかなか実現できない。さすがにこのナイトビジョンドライブレコーダーということだけあって、このフロント視界はもうダントツに明るくて、極端な話、ライトをつけなくても走行することが可能なぐらい明るくなっているというのが、もう最大のこちらのナイトビジョンドライブレコーダーの特徴になっております。じゃあリアカメラはどうなのということなんですが、こちらになります。で、リアカメラはナイトビジョンシステムが搭載されているカメラではないので、通常のドライブレコーダーと同じ実力を兼ね備えているカメラと思っていただいていいかと思います。もう全く照明がついてないところなので、もう真っ黒なんですけれども、こちらの画面と前のナイトビジョンドライブレコーダーの画面を見ていただけると一目瞭然なんですけれども、これだけ暗いところを走っていたということにびっくりされた方もいらっしゃるんではないかと思います。そのぐらい後ろはドライブレコーダーのカメラと暗視性能はほとんど変わらないんですけれども、フロントのカメラのナイトビジョンカメラというのは非常に高い性能を持っているというのがお分かりいただけるのではないかと思います。通常の暗視性能どうなのっていうことでご紹介していきたいと思います。こちらが街中での走行中の動画になるんですけれども、もう街中においても非常にくっきりで、もう先まで鮮明に見えるということが、この暗視性能付きのナイトビジョンドライブレコーダーの、まあ、大きな強みであると、まあ、いうことになります。まあ、これによって前方の安全性というものがしっかりと確保
されながら走行することが可能であると、まあ、いうことがこちらのドライブナイトビジョンドライブレコーダーの強みになっています。じゃあ後ろがどうだったのかっていうことです。先ほど真っ黒だったんですけれども、どうかということなんですが、もう街中においてはもう通常のドライブレコーダーと大きく性能も変わりませんし、後ろの車のナンバー等の認識ももう十分できるぐらいの性能というものはしっかりと持っています。かつこの車はスモークガラスなんですけれども、まあ、それでもそこそこ高画質で高精細で、かつ暗いところでもしっかりと動画が収録されているのがお分かりいただけるんではないかなと思います。次に日中の動画のご紹介ということで、駐車監視機能がこのドライブレコーダーにはついております。なので駐車監視機能を例にとってお見せしていきたいと思います。このドライブレコーダーは衝撃を検知した時だけ収録をするといったものになっております。なので収録しているときはもうそのまま、ここ SOS って書いてあるんですけれども、そのままの収録になります。はい、で最後にちょっと言い忘れちゃったんでもう一つなんですが、このようにもちろん、はい、バック連動機能というものもしっかりとついているので、ナイトビジョンドライブレコーダーといえどもこのような形で後方バックするときでもしっかりと後方も確認できる、こういった機能も、こういった機能がつくことによって格段に進化したと言うんではないかと思います。はい、ということで今回はこちらのアキーヨのナイトビジョンドライブレコーダーのご紹介をさせていただきました。特にデジタルルームミラードラレコとして使えるということがものすごく僕にとってもいい商品だなと思いました。なので、まあ、今回こんな形で私自身もデジタルミラーっぽく今回取り付けをしているんですけれども、もう全然これで使える、もちろんデジタルミラーのミラーのように使うんではなくて、こういった付属品で付いている台座を使ってダッシュボードの上に乗せるというのが、まあ、通常の使い方かもしれないんですけれども、まあ、私はデジタルミラードライブレコーダーとしてもう使いたいなって、まあ、思った一つだったんで、まあ、こういった形で、まあ、今回取り付けをしてご紹介をさせていただきました。まあ、非常にいい商品になったなと思います。はい。こちらの商品の詳細は概要欄の方に貼ってありますので、ナイトビジョンドライブレコーダー興味をお持ちの方は一度チェックしてみてください。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。